文部科学省初等中等教育局、情報教育外国語教育課長の高谷と申します。えー、学校の今回の ICT 整備、ギガスクール、えー。これは当然局を挙げて、賞、えー、を上げてやってるわけですけれども、具体的な端末の整備とかいろんな環境整備を省内で担当しております。早速ですけども、ギガスクール構想とは何かってことについて詳しく教えてください。<laughs> はい。あのー、まあ、一言ではなかなか言えないんですけれども、学校でこれまで ICT 環境というものがなかなか取り入れられていなかった。それをもう抜本的に変えて学校の ICT 環境を、要は他の社会ともう少なくとも同じぐらいに先生方、そして子供たちに使ってもらいたい。今の社会にふさわしい学校の ICT 環境にしていきたい。 いうののがギガスクール構想の大きな考え方になりますでその先には、えー、1人1台子どもたちが端末を使って、えー、クラウドもしっかり活用して、えー、個別最適化された学び一人一人の子どもたちを誰一人取り残すことがない学びというものを ICT を使って子どもたちに学んでもらおうとそういう考えのもとに始まっているプロジェクトです。実際に始めてみてみ 導入状況はいかがですかあの、昨年、令和元年度の補正予算から、あ大規模な予算措置を始めました。えー、まずは校内欄、校内の Wi-Fi 環境の整備ということから、実体様の方に整備をお願いしたところですけれども、えー、実は当初考えていたよりも、 非常に自治体様、この状況というのをご理解いただいて、多くの方、多くの自治体が、この状況に対応して、環境整備を進めてくれているんじゃないかなというふうに思っております。今、進める中で感じていらっしゃる課題はどういうところになりますか、はい、あの、これだけの大規模なことですから、課題はもうたくさんあります。 えー、今の自治体がいろいろ環境整備を進めているという中でも、自治体様これまで全く経験のないことなので、どう取り組んでいったらわからないとか、えー、いやもう構想自体はわかるんだけども、一体何をしたらいいで、やろうとすると、なかなかいや思ったよりも高くつくなとか、コストをどうしていこうとか、そういうようなご相談もあります。えーまあ、そういう課題もあればですね、もっと学校現場、 いくとまさにこれをもし先生方ご覧になっていらっしゃれば思われる方かもしれませんが、えー、なかなかその学校現場、個人個人の先生までまだこのギガスクールということが浸透していない。一体国は何を考えているんだと。で、一体 ICT というものを入れたとしても、一体何に使えるのかと。まだまだその現場、学校の現場の先生まで浸透していないというのももう一つの大きな課題なのかもしれません。